はい、どんな話にもね、パラドックスってのはあるもんです。なんか以前吉谷さんが紹介してくださった書籍の中に、年収90万、なんか1000万貯めるみたいなのがなかったですかね。こんな感じじゃなかったかなと思うんですけども。まあこれのタイトルにはね、いろいろと学ぶものがあって、まあ基本的には自分よりも立場の低いものを叩きたいとかね、その人に勝ってみたいっていう、そんな気持ちが人にはあるんですよね。自分が上に立つことを感じて、ちょっとね、いい気になるみたいなところ。これはもう本能なんでしょうがないと思います。で、反面、自分よりも状態の悪い人が、自分よりもいい状態に行ったのにはすごく興味があるんですよね。生まれついての御曹司がさらに事業で当てましたとかね、ギャンブルで勝ちましたって言っても、大して面白くないんですけども、やっぱりこう、極貧からね、億万長者みたいなのにすごく惹かれると思うんですよ。まあ、何が言いたいかっていうと、立場が悪くても、パラドックスを使うと、際立つことができるってことですかね。だから生活保護から億万長者ってすごくいいキャッチコピーだと思うんで、あとは本当にこの人なるかもしれないって思わせるような日々の歩みがすごく大事なのかなと思いますね。で、極貧状態とか生活保護から億万長者になった方って現実にいますからね。だからこじ開けられないルートではないかなと思います。逆に普通の人が億万長者、これもまあなんとなくね、興味を引くなと思いますけども、普通の人って実は生活がなんとか安定してるんで、抜け出したいって気持ちがギリギリの人よりは弱いんじゃないかなと思います。私もね、なんかネットビジネスに参入したのって、いよいよ手遅れになってからですからね。それまでは、なんか、薄ぼんやりしてましたからね。まあ、行ってみましょう。